40代半ばでスケートの取引をどこまでできるか。先月中にアップした今期のプロモーションムービーからの始まりでありますが、前回に引き続き緊急事態宣言発令期間中に伴い、ただいま自粛期間中につき今期の撮影も遅れております。最新動画をお届けできずに申し訳ありません。コロナが収束することを願いつつ、日常が戻りますように。今回なんですが、映像を見ての通りですが、夏は横乗りを中心としたアクティブな活動をしておりますが、近年横乗り以外の夏の楽しみ方が増えました。それはキャンプであります。昨年の秋、2日間のサーフィンの合間での初めてのソロキャンプの映像です。きっかけは10年前、私のスノーボード仲間同士でオフシーズンはキャンプに行こうと誘われたことが始まり、その後、オフシーズンごとに年に1、2回集まりキャンプをしているうちに楽しさにのめり込み、昨シーズンようやく自分のテントを購入しました。そして昨年の10月下旬、満州のソロキャンプ旅へ。初日は八幡町大沼フィッシングパーク、翌日は八雲町のオートリゾート八雲へ。最低気温が3度と寒い中でありましたが、翌回での初めてのキャンプ飯、そして秋の夜長を過ごし、良き時間を過ごすことができました。普段は横乗りを中心で活動している当チャンネルでありますが、この度キャンプチャンネルを開設しました。チャンネル名は中チャンネルキャンパーズ。チャンネルへのリンクは上部のおすすめバナーからリンクできます。今季初のキャンプはニセコでの脱団後、その足で早速キャンプ場へ向かいました。羊蹄山とニセコアンヌプリを同時に見渡せる景観の良いサイトでありました。今回のキャンプ模様の動画はキャンプチャンネルで今後も紹介していきたいと思います。キャンプチャンネルの方は7月より出動していきたいと思います。こちらのキャンプチャンネルの方もぜひとも登録お願いします。最後にキャンプチャンネルのプロモーションをお送りします。またよろしくです。ハゲキャンプ、ハゲキャンプ、ハゲキャンプ、今夜の準備、今夜の準備です。見て、いやー、いいね、この鍋。いいね。もうちょっと、素晴らしい。乾杯。食べる。うまい、ハンバーグうまいわ。朝食。ホットサンドです。3、2、1。
きます。いただきます。朝起きなかった。朝は起きなかった。そしてキャベツ、乾杯。食は雑貨類、そして包囲の餃子。中やってました。